矢野チャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますソードガイデン仮面ライダージオアナザー2ということで、こちらのアナザー4でこちらの方表は見てもらいたいと思います。こちらの箱のポーズを撮ってみました。こんな感じで、最初の仮面ライダー4での対マンやろうかって感じでのポーズになります。タイマー張らせてもらうぜのポーズで、アナザーポーズも決めてみました。今日もちょっとシールの貼ってる感じで、皆さんに紹介しています。2つあったと思うんですけども、私はあの右肩には2011年のシールを貼りました。もう一つが確か2019年のシールがあったと思うんですけども、それは、保存したままに、私は一応2011年でやらせてもらいます。でシールなんですけどね、結構難しいなと思った。この辺かな、太ももあたり、この辺は結構ちょっとやりにくかったなと思いますね。ずーっと見てると、あと腕の方かな、腕もこれちょっとしっかり貼られてないんで間違ってるかなとは思うんですけども、こっちあってるな。これちょっともう一回やり直ししましょうかね。貼ってあるシールをちょっと確かめるためにこんな、わからないポーズを取ってみました。ももふくらはぎ、こんな感じですかね。ふくらはぎの方はうまく貼れましたね。そうですね、難しかったの腕のシールぐらいかな。あとはそんなに難しいところはなかったです。最後にですね、ハイキックを決めてみました。スタンドなしでもこれだけバランスがいいのでね、結構こういうポーズを取らせるのもいいと思います。台座で確かに頼っていけば楽にね、こういうこともできるんですけど、なしだとどのぐらい足が上げられるかとかポーズができるかっていうのもやってみたかったんですが、実際に、片足一本なしです。台座一切使ってません、こんな感じでバランスのいいフィギュアになってます。以上です。